新津バイパスは、新潟県新潟市港南区と、同秋葉区を通る国道403号のバイパス道路である。国道49号、亀田バイパスの千の山インターチェンジから分岐して、秋葉区を通るバイパス路線、一部連続立体交差方式となっている。秋葉区新津地区中心部西側の古田交差点から、南側、同区小須戸地区に至る新津南バイパス、同地区から、 南神原郡多岐町に至るコスド多岐バイパス、さらに道町から鴨市を経由して三条市に至る三条北バイパスと合わせて一本の路線となっているため、東欧項目では、計4路線についてまとめて記す。新潟市港南口の山から同市秋葉区古田に至る区間。この区間については、新津バイパスが通称として広く使用されているが、正式な事業名称は、 亀田新一道路である。新潟、阿賀の方面からは、亀田バイパス、千の山インターチェンジから1車線で分岐したランプウェイが、そのまま、新一方面に直結する形で接続されている。逆に、新一方面から、新潟方面へは、ランプウェイで、亀田 BP に流入することができる。新一方面から、阿賀の方面への流入は、開通当初は、 相互間の通行量が少なかったため、現在も信号機設置の平面交差のままとなっている。しかし、この阿賀の方面の右折車線は、新潟方面へ向かう一車線のランプウェイと共用しており、右折車両が多い時などにはしばしば渋滞が発生している。新津バイパスは、全線暫定に車線の一部立体交差で、他道路との接続は全て交差点上での平面交差となっている。 地の山インターチェンジ、古田交差点間はおよそ8トルであるが、朝夕ラッシュ時は全域にわたって渋滞が発生する。市内中心部から新津、小コスド方面に至るルートは、この新津バイパスのほか、新潟県道1号新潟コスド三条線、新潟県道5号新潟新津線、主導か瀬倉岡線及び、新津号広域農道などがあるが、メインルートである。新津 BP では、 日常的に渋滞、速度低下が発生している。2006年から、新津中心部の古田交差点周辺で車線を増設するための拡幅工事が行われ、2007年春に供用を開始した。これにより、同交差点を中心とする渋滞は若干ながら改善された。路線データ、編集新津南バイパスや大田付近新津バイパスから、引き続き、秋枠や大田に至る区間、 全線に車線で、他道路との接続はすべて交差点上での平面交差となっている。国道403号は、終点より県道41号経由の旧道区間と、コスドタガミバイパスの並走となる。路線データ、編集秋枠や大田から、南蒲原郡ガミ町羽生田に至る延長 7.78km の区間。朝夕における慢性的渋滞の解消及び、福音教書。 歩道未整備区間の解消を目的に建設された。新潟市側の2 7 5トルを新潟市が多賀見町側の5 0 3トルを新潟県が施行した。2020年3月22日に全線が開通した。この全線開通により新潟市中心部と多賀見町、鴨も市との幹線ルートが完成することとなった。路線データ、編集多見町羽乳だから、 カモシを経由して三条室化の目に至る延長 8.32km の区間。起点からカモシが一西側までの 3.58km の区間が2016年3月末までに供用を開始した。2018年現在も順次整備事業が進められており、2018年度に用地買収を完了予定。路線データ、編集新津南バイパス、編集なお、 ニーツバイパスは、全線開通後に国道に指定されたため、国道403号としての旧道は存在しない。また、コスド・タガミバイパス、三条・北バイパスは、旧道も引き続き国道403号に指定されている。橋、編集道の駅、編集起点、原道、ニーツ・バイパス、コスド・タガミバイパス、三条・北バイパス、原道、おじやバイパス。ありがとうございます。